ここは石川県かほく市の大崎海浜公園キャンプ場。すでに閉園しているが、2011年ここから海側へ約100メートルの砂浜で新郎の誕生日を祝うためにサプライズを行った結果、取り返しのつかないことになってしまった事件です。それではどうぞ。2011年8月27日午後10時ごろ、石川県かほく市大崎の海水浴場で金沢市の会社員の男性とその妻が砂浜に友人らと掘った落とし穴に転落。通報で駆けつけた消防署員が2人を引き上げ病院に搬送したが死亡が確認された。津幡署によると、落とし穴は約 2.4 メートル四方で深さは約 2.5 メートルあった。2人は落ちた際に砂に埋まっており、死因は窒息死。落とし穴はその日誕生日だった新郎の男性を驚かせようと、妻 R さんが27日昼ごろから友人数人とスコップやはしごで落とし穴を掘り、ブルーシートで覆って上から砂をかけて位置がわからないようにしていた。妻の R さんは一旦海岸から約10キロ離れた自宅に戻り、夫婦で夕食をとった後、夜も更けてきた午後10時前に夫を連れて穴のある場所に向かった。深夜に加え新月で明かりが乏しく、穴の場所を正確に把握していなかった2人は頭から穴に落下。落ちる際の悲鳴を聞いて現場近くでパーティークラッカーを携えてスタンバイしていた友人たちが駆け寄った。しかし真っ暗な中で2人は確認できず、一切返事もないことから友人たちは焦り出した。暗闇の中2人を救出しようと試みるが、うまくいかず結局119番通報。この時すでに45分経過。そしてレスキュー隊が到着するが、彼らをもってしても救出に25分かかった。いかに2人が脱出困難な状況かがわかる。救出者の話では、発見された時2人は穴の底で足を砂から出している状態だったとのこと。警察では詳しい状況を調べたが、友人たちは善意で手を貸したとしても刑事罰を受けかねない状況であった。日大名誉教授の板倉浩氏は、痛めつける目的で故意で行為に及んだというのなら20年以下の懲役の傷害致死罪になりかねませんが、状況から察するに過失致死罪が問われるかどうか。後者なら50万円以下の罰金になりますと話した。この事件において企画者すなわち首謀者は妻の R さんであり、友人は共犯者ということになる。つまり亡くなった夫は完全な被害者なのである。こうなると夫の両親は黙っているはずもなく、穴を掘った夫の友人6人と妻の両親の計8人に対し計約9100万円の損害賠償を求める訴訟を金沢地裁に起こした。いくら善意とはいえ、両親からすれば息子の命を奪われたことに等しい。夫の両親は5時間もかけて掘った大きな穴に転落すれば人が死亡する可能性があることは十分に予想できたと訴えた。あまり類を見ない事件であったため、ワイドショーでも特集され、現場取材したレポーターは一見サラサラだが実はかなり重いと報告した。スタジオでは穴の大きさが再現されたが、あまりの大きさに出演者は驚愕。ここに2人は頭から落ちたのだから助かるはずもない。バラエティでも落とし穴を設置した経験のあるテリー伊藤氏は、バラエティで落とし穴をやったことがあるが、普通は穴の向こうから声をかけるから落ちる人は前を見てる。ところがこれは暗いところで下を見ながらだから頭から行っちゃった。それとマットレス、2メートルも落ちたらマットレスは効果ない。ウレタンとか柔らかいものでないと。またブルーシートより発泡スチロール。そういう知識はないだろうからかわいそうだよね。
と述べた。そもそも砂は重いものであり、ビーチで砂に埋められる遊びをした人ならわかるが、あれでも動けなくなる。またバラエティでも落とし穴ドッキリはよくあるため、影響されてサプライズで友人にやりたくなる気持ちもわからなくもない。この事件の2日前にとあるバラエティで、国民的アイドルの一人が落とし穴に落とされて花火を打ち上げて感動させるといったシーンが放送されており、ネット上ではこれに影響されたのではないかと推測された。そもそも素人が海岸で許可なく深い穴を掘ることは違法であるらしく、海岸の土地で深さ 1.5 メートルを超える穴を掘る場合、海岸法の規定で県知事の許可が必要となる。当然のように死亡した夫婦やその友人からは許可申請が出ていなかった。そもそも仮に申請されたとしても、落とし穴を掘る目的では許可は出さないという。もし許可なく穴を掘った場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる。大崎海岸の事故現場では再発防止を図るため注意を呼びかける看板を設置。前述の裁判であるが、金沢地裁で開かれ、裁判長は妻の両親と友人6人に契約9100万円の支払いを求めた夫の両親の訴えを大筋で認め、8人に契約4130万円の支払いを命じた。判決は、落とし穴は転落すれば命に関わるほどの穴であり、危険性は予測できたと指摘。その上で、夫も穴があることに気づきながら落ちて見せようとした可能性があるとして、夫に4割の過失を認定。落とし穴を発案した妻の分の賠償額として、両親だけで約1030万円を支払うよう命じたほか、妻の両親と友人6人に連帯して約3100万円を賠償するよう命じた。わざと落ちた可能性があるだけで4割も減額されるのかとも思った。落ちたら命の危険があるかもしれないほどの深い穴と分かっていたらわざと落ちなかっただろうに。アクセルとブレーキの踏み間違いのように、判決の重さはその気があったかどうかでこんなにも違うのかと再確認させられる。友人たちも全く悪意はないことがさらに悲しい。サプライズのつもりがこんなことになっては彼らも悔やみきれない。悪ふざけがどうすぎて悲しい結果になることは大なり小なりある。最悪でも命を失う可能性があるようなことは絶対にしないようにしていただきたい。